出かけたら、はい、これこの間兄貴と買い物に行った時買ったスローイングピッチングネット。え、これ投げたらあれか。これ投げたら手首にこれつけといて、うんうん、で中にボールを入れるんですよ、うん、でスローしたら、まあ、僕は投げてる感覚得られるんですけど球はどこにも行かないって、うん、室内とかでもできるっていう。むちゃくちゃある種分かりやすい考え方やけど、剛速球って書いてあるんで、剛速球から変化球までトレーニング、多分手首は飛ばないです。ただ剛速球投げるかどうかはこっち次第やからな。それ剛速球から変化球までって直球からじゃないの。確かにすごい。すげえ、こんな感じです。めっちゃおもろいやんそれ。やって。じゃあ MQ 入れますね。 MQ はいはいはい、なんなんこれ。これをこうして、うんうん、こうして、うんうんうん、できつくするなりして、うん、なるほどな。くっつけると。ああ、見せて見せて、手見せて。なんやねんこれ、すげえな。やってよ。あ、それ投げれ、投げんのそれ。一応グローブ左手つけんねんな、お前の最近。最近、SBS はもらったもう鬼気に入ってるやつ。めっちゃ気に入ってますけど。それ試合使えんの。あ、使えるらしいですよ。あ、マジで、はい、めちゃくちゃ派手やなさ。野球変わるな、こんなかっこいいグローブお前マウンドつけていいんや。はい、変わりますね。うわお前それ存在感あるわ。どんな感じな。まあ普通の、変わんないっす。つけてる、つけないです。自然っす。投げて、おお。どうどう。あ、すげえ、もう一回いいっすか。なるほど。何が多いの。何やねんそれ。投げてる感覚っすよ、本当に。めっちゃありますよ。マジで。はい。おお。何がおおしや。もう一回やって、もう一回やって。どう。キャッチャー投げてますもんこれ。マジで、はい、全くそんなん分かれへんねんけど。もう一回やって。お前しか分かれへんなそれ、ほんま。そこににもかかわらずそこにボールがある。あっち行ってるのにもかかわらずここにあるんです。投げた後どんな感じなの。投げた直後はどんな感じ。ちっかー。さっきグローブつけたらつけれないですからこれ。これこうして、はい、ああなるほど。握った状態で入れんねんな。そうですね。言うたら握った状態だと、握ったままだと出へんわ。ボールさっき入れなあかんわこれ、はい、そうです。これ今分かった分かった。これボール握った状態で入り口行こう思ったら入らんわ手が、はい、この前だからボール入れてまずで手を入れて、はい、この状態になって。そうですね。ほんでこのベルトやなこれ。ちょっと待ってよ、行くで。シュッ。まあ、投げれてるんかこれは。投げれてんのか。どうすか。シュン。シュン。シュン。どうすか兄貴。投げた先みたい。投げた先が家の中やったらええな。今これグラウンドでやってるからな。投げた先みたいけど。グラウンドで一人。グラウンドで一人でこれやってる。なかなか友達おらんぞお前。家でやれよお前それは。シュン。一人で。投げれてる感覚を得てる場合じゃないのお前。一人で。相手が誰もいない。これより先に友達をゲットするのが早いじゃない。まあでも面白い、すごい。投げてる感覚ある。家の中やったら最高じゃん。はい。なそうですね、うん、リリースの瞬間分かります、ね、分かる。リリース、これ高度な感覚の持ち主やったらダメやけど、はい、リリースをこう、ちゃんとこうしてる感覚あるわ。はい。フォーク投げてみる。はい。あー、フォークやわ。あ、でも逆にすごい、はい、リリース前しか意識できへんやん。はい。その先見えへんから、ここだけ意識できるわ。あー、なるほど。普通投げたら先見てさ、はい、その先のこと気になってここら辺の感覚が忘れるやろ、はい、ここが実は一番大事、はい、ピッチングって。だから先を見たら投げた後じゃなくて先のこと一緒に意識するけど、はい、先ないからさ。
なるほど。もうここしか意識ないのよ。リリースにめっちゃ集中できるっていう。フォーク今投げた時特に思ったわ。フォークってやっぱここめっちゃ大事やから、はい、ここの意識すっごいできる。へえ。うわフォークがすごい。おおいいね。今いいフォークでした。今いいフォークやな多分全然わかんない、うん。おへぇーチェンジアップ、うん、どうすか。あー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 おおなんか変な人ですね。どうすか挟む系のチェンジアップとかフォークにすっげーいいかも。ああそうですか。先が気にならんちゅう先がないから、はい、もうここのリリースこの特殊な握りするとやっぱここリリース大事やんかと思う。はい、それを徹底的に意識させるにはいい。それしか意識できへんからな。投げた瞬間もうないから、はい、だから家の中とキャッチボールしゃあかんとこで練習になるって言うけど、はい、リリースの感覚つかむやったらこっちやな。逆に面投げたボールの先ない方がここ意識いくからいいで、はい、逆に、うん、逆に別にあの練習とか大学高校とか中学とかの練習で、はい、あえてこれで練習することによってフォークとか俺特に今投げた瞬間あ俺初めて気づいたもんあこんな感じで俺リリースしてんねやって。へ手の感覚が その先じゃ見ちゃう落ちてるかとか落ちてないかとか、はい、落ちるか落ちんかだって実は結果やから、はい、リリースした瞬間決まってるわけやん。なるほど。だからリリースするまでが俺の仕事やから、はい、リリースをしっかり意識するには最高やな。もうちょっと大発見よこれ。たまにやってもええかもしれん、はい、これを。ほんでそれからあこの感じのリリースやなっつってから実際ボール出して握って投げるとか、はい、握って投げるとかするとあさっきのあの感じのリリースしようと思って投げるやん、はい、その結果がどうなるか見ればいいだけよ。はあ、まあ、結果がそう落ちんねやと思ったらそのリリースの仕方を覚えてそれを繰り返すにはこれの方がいいよ。はい以上。以上です。ネットでやっとけお前ずっとな。はいこれで一人でやってます。あよしだな。はいアッパレショップやってます。帽子の新色も追加しました。パーカーなどもあります。年末皆さん体調に気をつけてください。